入ってきたんですけど、そうですかね、ちょっと開けて、これも全部 大振りというか。そうですね、まあ今年はぼちぼち良くなってます。あちらの90分って何、というわけで今日も始まります、ビチュームです。今日来てるところはですね、もう画面上にね一部今日のネタが出てるような感じでもあるんですけれども、備前市日生に来てるんですけど、今いる場所はね、備前ハートマーク、日生大橋というところに来てます。まあ、この橋なんですけどね、もうこの備前と日生大橋の真ん中にハートマークがついてるということで、かなりね珍しい橋ということで、まあこの橋なんですけど、ね、日生の町から、角井島、頭島へとね続く、橋になってます。でもともとですね、この後ろにもあるんですけども、この日生というのはこの牡蠣が盛んということで、毎年このシーズンになると牡蠣目当てにいろんな地域から、人が来るということで、今年もそのシーズンからやってまいりました。今日行くところなんですけども、今回の舞台は日生の中心部から橋で行けることのできる頭島。ここは牡蠣の養殖が盛んで、ぜひチェックするべき場所でもある。はい、早速この角井島に、まず入っていく感じですけど、まあ、この島なんですけどね、まあ、シーズン的に秋なんですけども、みかん産業が、有名ということで、まあ、この角井島、まあ、鹿という、ね、字が入ってるんですけど、まあ、この鹿のね、鹿がいっぱいいるんですよね。で鹿がいっぱいいて、このみかんを食べるというね被害が続出しているというわけなんですけども、はい、こちらがね、頭島に通ずる道でございます。だいたい先ほどの備前、ハート稲瀬を引くから5分以内には、この位置まで到達するかなと思います。でこの下をねずっと下りますと、牡蠣養殖の関係の施設があるんですよね。でこの 右と左にこのホタテのねあるんですけど、これに違いをつけてね養殖するという感じで、はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。どうしましょう。もうこれ以外にはもうないですね。いや、ありますよ。まだタルにあるんで。値段的にもう、ね、値段的にはいくらでもできます。はい、いくらのでもできます。なるほど、わかりました。はかりで行ってますので。そういうことなんですね。はい、すごいですね。これも全部大振りというか。そうですね、まあ今年はぼちぼち良くなってはきて、まあ、これキロで、キロだ、キロ900円で行ってるので、これがまあ10キロ入ってるんですよ。じゃあちょっと1キロ、はい、あちらの90分って何、バーベキューをしていただくのに自分で火を起こしていただいて、
貸し出しっていうことですか。そう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 、あ、なるほど。バーベキューセットお貸ししますよって言ったら90分1000円で。はい、というわけで無事に購入しました。先ほどの、ね、場所なんですけど、一つのお店が、やってるわけじゃなくて、なんか順番交代にそのお店とか牡蠣をね販売しと取ってる、業者なのかな、さんが交代交代でやってるみたいなんで、まあ、ただ どちらどこのねお店も美味しいということで、3月いっぱいまでやってるということで、はい、でこれからちょっと家に帰って焼いちゃおうかなと思います。大きめのやつがね比較的あると、やっぱ夜島はね人気なんで、ね、すぐ大きいやつなくなっちゃうということで、こんな感じになってます。これで1キロで900円ということです。こういう感じですね。もうね結構いい感じに入ってきたんですけど、どうですかね、ちょっと開けて、おお、あ、でも中は、あ、でもいい感じですね、こういう感じです。うん、あ、おいしい。じゃあ、いただきます。うん、おいしい。よいしょ。うん、あ、この塩味がいい。味がしっかりしてますね。また寄島の牡蠣とは違った感じです。おそらく寄島の方は結構濃厚なイメージなんですけど、こっちはなんかさっぱりな感じで、うん、うまい。よし、ちょっとね、ちょっといただきます。うん、あ、おいしい。よいしょ、こちらもいい感じですね。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。ですね、今回は、備前市日生町にあります頭島の牡蠣をいただきました。こちらなんですが、日生町漁業協同組合頭島支所という場所で、販売しているようです。でこちらね、別々の業者がその日によって違うということなんですけど、
美味しさは、ほとんど一緒だということで、こちらは9時から、売り切れ終了次第と、いうことで、これが定休日が火曜日となっております。1キロ900円で、でバーベキューコーナーあるということなんで、貸し出しが90分1000円ということで、まあちょっと間違えそうになったんですけど、食べ放題はないので、ご理解ください。というわけでぜひ行ってみてください。はい、それではありがとうございました。またよろしくお願いします。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。